レビズテレビ東京霞谷関キャップの小野哲太郎です今日はこの間政府の新型コロナ分科会がまとめたこの秋以降の流行拡大に向けた対策いわゆる第8波への対策について解説します今回の対策なんですけれどもま内容については後で、えー、細かく説明いたしますが特徴としているのがかなり経済優先 経済活動を邪魔ししなないいようにに配慮したものになっていますあの新聞やテレビの報道ですとどうしても第8波新しい流行が来るそしてこういう行動制限が必要になるかもしれないそういったことに重点を置かれているんですが今回のですね対策決まった経緯とですねこの内容を見てみるとかなり経済に配慮したものになっていることが分かります,でです、ね。その内容にに入る前にですね この議論の時に使われたあるデータを見ていただきたいんですけど、こちらです。はい、これはですねあの、分科会でですね、経済学者の人たちがですね、えー、示した新型コロナの、えー、重症化率に対する、えー、データです、えー。これ見ていただきたいんですけどこれ、第7波、えー、これま、まだあのオミクロン株、えー、BA.5、えー、このデータがですね、全国的にまとまってないんで、暫定的に大阪のものを、えー、参考にしているんですけどこちら。 60歳未満もですね60歳以上もこの重症化率で見てみると、この一番下の季節性インフルエンザ、これ普通のいわゆる普通のインフルエンザなんですけどこれをですね下回ってるんですね、さらに言うと、ですねあの以前、あの解説でも説明したときには、ですねちょっと古い資料だと、ですねこの第6波の60歳以上の重症化率っていうのは、ですね季節性インフルエンザでも高いんではないかということで対策をされてたんですけど 最新のデータで見るとこれですねほぼ変わらないというか少し低い状況になっていますこの資料なんですけれどももとあの厚生労働省が出している様々な資料をもとに作ったものなんですけど実はまとめたのは厚生労働省ではありませんこれはですねあの財務省がですねあの予算の使われ方が適切なのかを審議する審議がありましてその場で新型コロナの使っている費用が適正なのかを 検証すする場で出された資料ですこのですね新型コロナはもはやインフルエンザよりも危険性は低いんじゃないか、その可能性はあるというですね資料をですねこの経済系の専門家がですね今回の分科会の席に出してこの状況ではですねこれまでのようにですねあの広く行動制限をするというのは適切ではないんじゃないかとむしろもう行動制限なんか必要ではないんじゃないかと。 そこまで深くですね踏み込んで、かなり強力にですね主張したということです。そうしたですねあの経済系のですね専門家の意見などを受けて、ですねこの実際のこの分科会の場でですね対策官に相当手が加えられました。それがわかるのが、このここに2種類の資料があるんですけれども、こちらの日付が入っている方これがですね 最終的に取りまとめられたあの分科会としての案です。でその前にですねこの、えー、原案、えー、こちら日付が入ってないものなんですけど、これにですね、えー、これはですねもともと会議の場で配られたものですけど、この原案からこちらになるまでにですね相当数、えー、今回は変更が加えられています。まあ、普段はです、ね、細かい、あのー、言葉の調整ぐらいでですね大きく変わることってのはあまりないのですが、今回やはり、 議論がです、ね、激しくくてです、ね、大きく変わったようですでどういうふうなところが変わったのかというのはです、ね、あのかなりたくさんあるんですけれども、一番特徴的な例を見てみますと、こちらです医療の負担がです、ね、徐々に増えてきている状況で行う対策についての対象なんですけれども、最初の原案ではです、ね、この若者も含めて、 と、えー、ということがあの高齢者や基礎疾患のある方だけじゃなくて、若者も含めてということがです、ね、明記されたのが、最終案ではなくなりました、やはりこれはです、ね、新型コロナの危険性が下がっている中で,です、ね、重症化リスクの低い、えー、若者をです、ね、さらに強くです、ね、強調する形で,です、ね、行動制限を求めるというのは、やはり適切ではないんじゃないかということになって、削られたようです。 でこういった視点でですね新しく、えー、まとめられた対策を見てみますとやはり相当経済に配慮したものになっていることが分かります、えー。こちらですねそのそれぞれ、えー、レベル1からレベル4レベル4の方が高いあの危険性が高いレベルなんですけどそれぞれの、えー、対策をどのような対策を行うのかということについてまとめたんですけれども この赤字のところを見ていただきたいんですが最も避けたいレベルこれも医療がですね逼迫して非常に苦しい状態になっているという表現状況なんですけれどもそこでもですねこの飲食店の時短休業は求めないということを明記していますこれですね皆さん覚えていらっしゃると思うんですけれどもあのかつてのですね、えー、まん延防止等重点措置ですとか、えー、緊急事態宣言、えー、これではですねこの 飲食店の時短休業というのが一番大きな対策の柱になっていました。なので、それももうしないということを宣言しているわけですね。なので今回、最も厳しいレベルになったとしても、もうまん延防止措置よりも下、緊急事態宣言もずっと下の対策で抑えると、ただ、要所要所で医療,医療の支援とかはするんですが、行動制限というところでは相当控えめになっていると言いますか、 いわゆるも低いレベルで抑えるということを逆に宣言しているというふうなことがわかります。えー、もう一点ですね、今回、相当経済に配慮しているというか、あの行動制限を抑制的に行うということにしたということがわかるのが、このレベル1かを決めるです、ね、その基,基準ですね、これ、病床使用率を使っています。そののの病床使用率の水準なんですけどこのレベル4 レベル4はこれ8割を超えたら、えー、レベル4っていう目安が示されていますこれですねデルタ株の頃この頃はですね非常に入院する人も多くてですね監視者はすぐ入院する人も多くてですね8割っていうのはかなりの、えー、都道府県で超えていたんですけれども今はですね、えー、入院する方っていうのはまあ症状が重い方ですとかこうあの重症化リスクが高い方そういう方に限って入院は限定してあげています,、えーす そういうことを考えると、ですね、この8割っていうのは、ですね、まあ、まあ昔に比べてはですね、病床使用率はなかなか上がらなくなっています。で、実際、具体的にこの8割がどのぐらいかといいますと、えー、この間の夏の第7波、えー、これでですね、病床使用率がまあ1週間平均で8割を超えたのは、これ、えー、神奈川と愛知、えー、この2県だけなんですね。なので、 今回もですね第8波が来てもこの8割を超えるというのはあのそんなに多くはないんじゃないかということが予測されますこのようにですねあの今回まとめられた第8波への対策なんですけれども経済界の反応はどうなのかと思いまして経済同友会の桜田代表幹事この方は時々政府の政策にですね

マイナスの影響を与えられる政策が取りたくないということ、医療逼迫でもって、一般の患者を含めてです、ね、危機的な状況は作りたくないから、今から知事の方々がです、ね、判断できるようなあの法体系、式を作っておきたいということだと思うと、今やっていることがあのはあの極めて合理的だというふうに私は思っています、えー、桜田代表幹事なんですけど、今回の案について、えー、このようにおっしゃってまして、あの経済を、 なんとかマイナスにならない中でその中でギリギリでリ,リスクを回避する策だとしてかなり高い評価をしていただくように思いますこのようにですね第8波の対策を見てみますとこれまでのですね厳しい行動制限を課すような今まるの対策ではなくてですねいかに新型コロナの流行の中でですね経済活動を続けていくかと。 いうことに重点が政府の重点が移ってきていることが分かります。ただですね、感染してしまえば重症化してですね、えー、しまうリスクというのはありますので、それぞれですね、あのまあ、お住まいの都道府県のですね、感染がどのくらいなのかということはあの非常にですね、気をつけていただいてですね、さらにですね、あのご自身ですとか、えー、ご家族の重症化リスクこういったことも考えながらですね、あのそれぞれ、えー、自分に 合う形で、えまあ正しく恐れると言いますが、自分のえー、もっとってどこまでする必要があるのか、えそれを、えー、しっかり考えて、対それぞれ対策を練っていただければと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックして。 動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします